戦闘バーサスマシバ、勝つのはどっち？初めの一歩を見ていると、この二人、一体どっちが強いの？なんて考える方も多いはず。本編では戦うことのなかった、この二人、戦闘とマシバを比較し、どちらが強いのかを決めていきましょう。個人的な意見がふんだんに盛り込まれているため、賛否両論受け付けます。皆さんの意見や見解などありましたら、ぜひコメント欄へお書きくださいね。では早速本題に入りましょう。マシワ VS 戦闘。勝利するのは、こいつだー。比較1、パンチ力。これは言わずもがな、戦闘たけしに軍配が上がりますね。フィニッシュブローだけで言えば、マシバも一撃必殺を兼ね備えていますが、ガード越しからダメージを与えたり、ボディ一発で悶絶、なんて試合はないんですよね。それに引き換え戦闘は、重量級である高村の体をずらしたり、顔をもぎ取るようなスマッシュを打ってみせたりなど、一撃で戦況をひっくり返すシーンが多いことから、パンチ力は圧倒的に戦闘が勝っていると考えることができますよね。比較に、スピード。マシバは遠くから相手を張り付けにするアウトボクサーで、戦闘は中間距離を得意とするインファイターであることから、マシバが優勢に見えますが、私は、戦闘2部があると考えています。マシバは特筆して足を使う描写が描かれることはなく、リーチの長さ、これを武器にアウトボクシングをしている印象が強いですよね。それに引き換え戦闘は、距離を一瞬で潰すダッシュ力。相手を追い詰める追い足は一級品で、マシバがそれから逃げ切れるとは思えないことから、戦闘が優勢になってくるでしょうね。比較3、距離感。ボクシングにとって距離感とは、相手の距離を測ったり、自分のエリアを把握したりなど、自分のパンチのみ当てるために使用されることが多く、ゲームメイクに最も重要になってきます。戦闘は、ジャブを使用して相手との距離を測るなんてことはせず、いつだって破壊力という武器を駆使して、前に出続けるボクシングをするのに対し、長いリーチを利用しながら、相手との距離を測り、自分の拳のみ当て続けるボクシングを得意とするマシバとでは、距離感という点では、雲泥の差がありますよね。相手との距離を測る左の差し合い、空間把握という点では、マシバが優勢なのは、間違いないでしょうね。比較4、必殺技。戦闘はスマッシュと握り拳、一つ一つの攻撃が必殺技級なのに対し、マシバはチョッピングライトと、すくい上げるアッパーがありますよね。最近では、折りたたんだ腕の隙間から出される、ショートアッパーもマシバの必殺技の一つで、近づく前に繰り出されるのはマシバの必殺技、近づいてから本領発揮するのは戦闘の必殺技という印象を受けます。必殺技を比較したとき、近づく前に打てるという点で、マシバの必殺技に軍配が上がると私は考えます。戦闘の技は強力ですが、その技を出すためには、マシバの必殺技をすべてかいくぐる必要があり、戦闘のスタイルでは、すべてかわすことは難しく、確実に被弾することは、間違いないですよね。必殺技の威力ではなく、有効性という点で、マシバが優勢だと私は考えます。比較5、耐久性。ボクシングにとって打たれ強さとは、勝敗を分けるほどに重要な点であることは、初めの一歩、ファンなら誰もが知っているはず。この二人を比較した際、打たれ強さという点では、間違いなく、戦闘に軍配が上がります。戦闘は、喧嘩スタイルで試合をすることから、テクニック不足を、当て感で補っていることが多い印象ですよね。なので、序盤から優勢に立つことは少なく、被弾しながら体で覚え、当て感を頼りに、ありえない破壊力で逆転してきました。それを成し遂げているのは、打たれ強さにこそあるんですよね。オルグ戦で最後まで戦い抜いたり、アルフの攻撃をもらい続けてもなお前に出続けたりなど、タフネスをベースに試合を作っている印象が強く、そこに当て感と破壊力が混ざり合うことで、難攻不落と化してるんですよね。それに引き換えマシバは、打たれ強い描写が描かれたことはなく、どっちかというと、打たれ脆い印象が強いですよね。反則混じりでしたが、沢村に何度も倒されたり、復帰戦でも、東洋王者にダウンを喫している描写があるため、打たれるとすぐに倒れる、という印象が強く、
線道と比較すれば、明らかな差があることがわかりますよね。このことから、耐久力では、線道が優勢であることは間違いありませんね。比較6、断固たる決意。断固たる決意とは、何としても勝つ、死んでも負けたくないという意志のことで、この二人は作中でも、トップクラスでその意志を持っていますよね。ここは難しいところですが、私は、マシバが優勢だと感じています。もちろん二人とも、人一倍、断固たる決意を持っていることは明らかですが、マシバのそれは、上気を逸していると私は感じます。強いとは何かを知りたい、殴り合いが好き、というものではなく、妹を安心させるため、周りの人間のためという、明確な理由があるからこそ、今のマシバは強いと感じてしまいます。相手の勝利を認めるということは素晴らしいことですが、負けたくないという意志、断固たる決意という点では、狂気にも似た執念を持っているマシバが、幕内世代でも頭一つ抜けているように感じます。以上の点から、断固たる決意では、マシバに軍配が上がりますね。仙道は、破壊力、スピード、耐久力で勝り、マシバは、距離感、必殺技、断固たる決意で勝っている。皆さんは一体どっちが勝つと予想しますか？私は、試合終盤、仙道の KO 勝利だと考えます。試合序盤は、もちろんマシバが優勢で、長いリーチのフリッカージャブ、リングをうまく使い、仙道は貼り付けにされてしまう。試合中盤に差し掛かり、被弾を続けながら体で覚え続けることで、前に出ることに成功するが、マシバの必殺技を食らい、ダウンを喫してしまう、という展開が続き、試合終盤、打ち続けた疲れと、仙道の圧力で、マシバのスタミナが切れ、懐に潜り込む。体を密着させながら打つ、握り拳、圧倒的な破壊力で、マシバを追い込み続ける。そして、試合を決めるスマッシュが放たれ、マシバは立つことができず、仙道の KO 勝利になると私は考えます。この二人の勝敗を分けるのは、耐久力の差、勝つための執念を持っていたとしても、人間であるならば、耐えきれない攻撃には、立つことができないはずです。一歩 VS マシバ戦のように、頭ではなく体が動かない、なんて展開にもなりそうですしね。皆さんの考えと、私の試合予想は合っていましたか？合っていたという方は高評価を、間違っていたという方は、ぜひコメント欄で意見をお聞かせくださいね。他にもやってほしい選手がいましたら、そちらもコメント欄へ書き込んでいってくださいね。本日も最後までご視聴、ありがとうございました。次の動画でもお待ちしています。ではまた、さよなら。ほなおおきに。